名盤ラジオ。こんばんは、名盤ラジオです。この番組は僕ら音楽好き3人が好きなアルバムについてお酒を飲みながらいろいろと語っていきます。今回もよろしくお願いします。拓也です。こんばんは、N そうです。こんばんは、秀樹です。はい、という3人でやっていきたいと思いますけど、名盤ラジオ今回が25枚目のアルバムですね。はい、うん、今回はですね、また帰ってきましたよ。久々のルナシーが来ましたね。来ましたよ、久々に。いやー、だいぶちょっといろんな旅してきましたけど、はい、また戻ってきましたということで、今回はルナシーの The One クラッシュ to Create ですと。リブートですね。リブートですね。ルナシートークを。そうですね。これも、一曲ですからね。アルバムじゃないっていうね。シングル。そうですね。一応シングルってことになるんですかね、これは。これはシングルですね、形態としては。アート・オブ・ライフはアルバムなのかな、シングルなのか。ミニアルバムじゃないですか。ミニアルバム。あれはミニアルバム。なるほど。境目がよくわかんないですけど。分数的には23分弱と30分弱みたいな感じですよね。30分弱、あ、そのアートブライト。29分ぐらい。うん。その違いでなんか扱い変わるんですかね。なんだろうね。あまり。そうですね。どうなんだろう。まあまあ、今回はその一曲ものですと。はい。いう感じで。まあ、どっから話しますかねって感じですけど。まあ、リブートしてからですか？うん。そうですね。リブート、その、終幕してて、うんうん、なんだっけ、ワンナイトデジャブか。はい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 、あれで、ルナシーっつって、またなんか、うん、このまま葬り去るのは罪だって言い出してそうですねその後になんか出したのが再録ルナシー、そうですね、なんでしたっけ。そうですね。結構その後、まあ間が空いてるっていうか、今言ってた2007年、ワンナイトデジャブがあり、この時はまだその一夜限りっていう話でやってましたけど。ね、そうですね。で、翌2008年5月、うん、味の素スタジアムのヒデメモリアルサミットに参加し、ああ、なるほど。で、この辺、まあやりつつ、結局、そのリブートを発表してんのって、さらに2年後なんですよね。ああ、その後なの。そうだよね。あ、そっか、そういうことですね。意外とこう、時間がすごい経ってるっていう。いや、まあ、ちゃんとね、ちゃんとやるぞってなるのは、やっぱ時間がかかるっていう。うん、そうですね。うん、ちょろっとやるにはまあ、うん、いいけど、みたいな。がっつりバンドとしてやるとなるとねっていうのが。そうですね。じゃあ、明日からってわけにいかないですからね。おのおのすでにもう予定が入ってたりとか、だいぶこう、先まで。結構、年単位で多分スケジュール、そう、結構組まれてたりしますもんね、きっと。そういうのもあったらしいですね。ソロもあるでしょうしね。そうですね。当時はまあ、ソロがもうメインっていうか、ソロ一本でやってた時代ですからね、みんな。そうですよね。で、2010年リブートを発表して、最初ワールドツアーやってるんですよね。いきなりワールドツアー。うん、ドイツから始まり、海外いくつか回って、それで12月の23、24で25と 3days 東京ドームやって。それもすごいな。すごいですよね。10年ぶりとか、それで東京ドーム 3days が埋まっちゃうっていうのはすごいですね。そうですね。で、その25、3日目が黒服限定ギグで。あれか。ここがそれですね。ああ、そこがそれなんだ。うん、そう。ルナシー CY 名義で。あれ、それっていきなり当日そうだったんでしたっけ？それ無料じゃなかったっけ？無料のやつですね。そうだよね。もともとそういう感じですね。多分そうだよね。なるほどなるほど。じゃあファン、なるほどなるほど。その日はちょっとなんか特別な違うぞっていうの、ね、そう違うぞっていういつも通り普通に行っていきなりあれだったらびっくりする、ね、びっくりするね。髪を立ててライブはすごいっすよね。なんかすごいっすね。始まり方とかもなんか、うん、本気だって感じするよねあれなんかもう全員なんか黒いローブかそうってるやつでしょ。そうローブみたいのかぶってて、バッてこう、バッていきなり並んでんのね、5人が。うごーってなるよね、あれ。なるね。やってる曲もすごいもんね、あれ。うん、すごいっすよね。本当に、CY の名でやるにふさわしいセットリストというか、うん、まあ、それがあり、その後に、12月の、その年の、その後の12月30、31は追加公演みたいな感じでなんか神戸でライブやってたみたいですけど、そんなのがありつつ、2011年になって、インディーズの時のファーストアルバム、ルナシー、これをセルフカバーしてると。再録版が出たんですね。再録版。これがまあちょうど、20周年。ですかね、このアルバムが。なるほど。っていうタイミングでセルフカバーしてると。まあこのリブートの流れでライブをこうめちゃくちゃやって、でさらにセルフカバーを最初のレコーディングとしてやってるっていう、この辺のステップがなかなか興味深いというか、もう本気度が伝わってくるというか。そうですね。まあやっぱり、いつぞやの過ちは犯さない。慎重を重ねて。そうですね。なんかやっぱそこはあるんじゃないですかね。なんか。まあやっぱあるっすよね。あれ結構トラウマとして残ってると思うんだよな、やっぱ。そう、だからなんかきっと、言わないけどなんか心の中に、いや言ってるもう今回は過ちを犯さないというか、そっちっていうか、社員のことは言ってますよね。特に杉蔵とか、そっちの方ですね。あれは過ちだったっていう、それはもう言及してるし、まあ言ってるからにはもう同じことはしないだろうっていうことですよね。そこでみんなもう。まあ今話してるのが、もともとそのルナシー、バンドとしてマザーというモンスターアルバムを94年に作って、で、まあもう、この次、これ作った後どうするっていう中で、もうスタイルをなんとか作って、で、これスタイルがまたまあすごい、名盤ですけど、これを作って、で、さすがにその先はないっていうことで、まあ充電期間というか、97年のソロ活動を、経て、また戻って、98年にシャイン作ったっていう、まあその辺の話を今してた感じですね。で、そうですね、そのソロ活動をみんなやって戻ってきて、いきなりもうレコーディングそのまま、入っちゃったんで、なんともその、なんていうの、ちぐはぐしてるというか。バンドとしての、そうですね、バンドとしてのグルーブが、そうですね、戻らないまま作っちゃったみたいなことは、言ってますよね。言ってますね。で、あと、まあ、これもその、2000年ルナシーの回で触れてるところだったりしますけど、そのやっぱ97年のソロ活動、で、河村隆一っていう存在がクローズアップされてしまったっていうところが、このルナシー5人のメンバーのその関係性、力バランスみたいなところに対してすごく影響を与えたっていう。そうですね。売れすぎちゃったっていう。売れすぎて、ルナシー自体もすごいバンドではあったけど、その中に300万枚売れるやつが いたんかみたいな、うん、そういうのがなんか露呈されてしまったというか、うん、ソロでね個人の名義で300万枚売れちゃうともうちょっといろいろ変わっちゃうよねっていう、いろいろそうですよね、まあ、本人たちはいろいろまあそれぞれあるんでしょうけど、やっぱ周りからの扱いが、それがでかいですよね。そういうので、まあ、龍一本人がその中でルナシーに戻った後どう思ってたのかわかんないですけど、他のメンバーはなかなか穏やかじゃないですよね。うん、まあ、そうですね。特にルナシーはなんか、個人がバチバチやってるバンドですし。うん、そうですよね。さらにその結構5等分というか、うん、いろんなものが均等であるべきっていう主義のバンドだから、うん、そこが本人たちはなんかそういうつもりでやってても周りが5等分にさせてくれないというか、うん、そうなっちゃうよな、多分そういう感じにもなっちゃってただろうし、そうなるといろんなストレスが多分あったんだろうなって想像されますよね。河村隆一ウィズバンドみたいになっちゃいますからね、うん、周りの見方がね、見方はそうですよね、うん、まあその98年また戻っていろいろシングル出してましたけど、その時のテレビ出演とかはなんかそういう扱いを受けてる感じはありましたよね。なんか隆一さんもバンドに戻ってみたいな、なんかそういうまあなんかしょうがない部分はあると思うんですけどね、そういうテレビ的な事情とか。しょうもないですね。数字を持ってるみたいな感じになると、うん、そっち側はね、そういう扱いをせざるを得ないみたいな感じにもなるだろうし。うん、まあ、あとは音楽的にも、その、やっぱ、売れてる河村隆一をどうルナシーに生かすのかみたいな、そういうところもなんか、まあ、どこまでどうっていうのは、なかなか多分、発言としては出てこないところだと思いますけど、本人含めなんかあったんじゃないかなっていうような、まあそういう歌い方ですよね、うん。そうですね。まあその辺が、あれですね、その活動をやって、また98年、いきなりレコーディングしてっていうところで、そこの作品がそういうことになってると。でも今回のそのリブート後っていうのは、なんだろうな、隆一の歌い方とかも結構変わったなっていう感じは結構あったと思うんですけど。そうですね、なんか。まあ、そこはどうなんですかね。なぜそうなったのかっていうとことか。やっぱなんかね、同じことにはならないっていう意識もあっただろうし。本人的なこうなんかその時の好みというかなんかモードがそういうのだったとかっていうのもあるんですかね。うん。まあ正直ソロをそんなにその、終幕後のソロをそんなに聴いてるわけじゃないんで。そうだね。終幕後のソロってあんまりこう自分も全然聴いてないな。終幕後のソロは。あ、龍一の。ああ、そうだね。僕はちなみにそれでも多少追いかけてはいましたけど、まあその数年、終幕後の数年の印象でいくと、2001年か、終幕した次の年のソロは割とまあ97年の路線引き続きみたいな感じでやりつつ、その後はなんかだんだんもうちょっとなんかそのなんていうんですかね、売れ線から外れてみたいな、まあ多分時代もなんかそんな変わって、やっぱ97年とかあの辺はなんか出せば売れるというか、CD 全盛の時代だったけど、もうその後はもうその時代も終わり、いろいろ変わってきてたんだろうなっていうっていう中で結構なんか模索してる感じはありましたけどね。イノラントもやってるじゃん。はいはいはい、そうですね。トゥールビヨン。そうそうそう。辺とかもあって、まあなんか徐々に変わってきてた部分はもともとありつつって感じですかね。うん、多分そういうなんか甘いイメージから徐々にこう変わってったんだろうなっていうのは。なんかちょっとこう やりたいこととか目指していくところとかもなんかちょっとこう、うん、変わりつつあったのかもしれないね。それとこうリブートとかもこううまく重なってというか、うん、まあその辺が変わったから復活するっていう感じになってきたっていうのもあるのかもわかんないけど。そうですね、うん、まあ本当に多分単純に歌唱力みたいなところでいくとめちゃくちゃレベル上がってて、いろいろ使い分けられるようになってたりとか、多分そういうことはあるでしょうね。うんうん、コントロールできるというか、技術的なというか、そうですね。ちょっとロック寄りに出せるとか。うんうん、確かにその歌唱力、技術っていうのかなんか実力っていうのがどんどんこう成長してった結果っていうこともあるのかもしれないですね。本当。その辺の頃はもうルナシーの流域でアジャストできる感じになってたのかなって気がしますよね。うんうん、社員の時は完全に引っ張られてたよなっていうね。うんうん、その時はだからもうこう自分の歌い方はこうだっていう、うん、その辺他のメンバーはどう思ってたのかなっていうのちょっと興味深いですよね。歓迎はしてたんじゃない、嬉しかったんじゃない、なんとなく。あ、だろうなとは。リブート後。ああ、いや、社員の時。ああ、そっちの方。そっちの方は、思うとこあったんじゃないまあ、そうだよね。だって結構、みんな思ってたじゃないですか。リスナー側は。みんな思ってた。僕らね。そうですね。もうほんとそうだね。周りもみんな言ってたもんな。ね、うん、みんなそれ、当事者というか、うん、メンバー、本人はちょっとわかんないけど、メンバーは間違いなく思ってますよね。それを言わないですかね、本人に。ちょっとさ、ルナシーだじゃん、今。スタイルの時の歌い方にしてよ。でもそれを言ってさ、いや、俺これで300万売ってんだけどって言われたらさ、そんな嫌なやつじゃないと思うけど。そうですね。世間はこれがいいって言ってたよっていう。世間の評価だよっつって。あ、そうっすねってなっちゃうし。その辺複雑ですよね。そこ複雑ですね。複雑ですよね。ほんとね。なんか、うん。まあでも、その CD の作品としては結局そういう形で出てるんで、まあ何らかあったとしても、結局は結論としてそうなってると。うん、でもなんか面白いのが、その後、いろいろライブ、まあ夏の野外とか、社員のツアーとかやって、うんうん、結局なんか社員の曲についてもライブだとだいぶ歌い方変わってるっていう。うんうんうん、そうですよね。やっぱそこですよね、うん、ポイントになるのは。だからやっぱそこはね、そうですね。うん、やっぱこう、もうちょっと温めてからというか、もうちょっとバンドでチューニングしてからやってればって。だからその辺がやっぱチューニングせずに、入っちゃったから戻らなかったっていう。結局そういうことですよね。そこから得られた教訓みたいなのが。そうそう。やっぱちゃんとチューニングしていくと、合っていくっていうか、なんかそのモードに戻っていくところは、そうなんだろうね、多分ね。だからその社員の時期も、ライブやってからとか、で、レコーディング入ったら多分違ったんじゃないかなっていう気はします。確かに、ライブやれば、そうですよね。ルナシーモードになるわけじゃないですか。そうですね。そうそうそう。かかってこいっていう。まあ、社員の曲もね、ネバーソールアウトにいっぱい入ってますけど、実際、ストームとかの歌い方とかもだいぶ変わってますもんね。そうそうそう。うん。A メロとかもね、CD のやつだとちょっとズコーってずっこけたっていうあのかっこいいイントロから河村隆一会っていうおーいっていうのがある、うん、それとは違うもんねそれがライブ版だと結構ね、うん、ずしっとくる歌い方になってて、うん、そうそうまあだからやっぱそれもメンバーたちもやっぱライブだわって、うん、その辺はやっぱ思ったでしょうね、うん、まあ言ってますもんね杉堂とかは、うん、やっぱライブ先にやるべきだったとか、うん、そもそもがねなんかライブバンドっていうなんかプライドみたいなのがある人たちだし、うんうん、ライブやって叩き上げてきたっていう自負もあるだろうしね、うん、そうですね、うんまあなのでそういう教訓がその時に芽生えたと、うんうん、すごく生かされてんじゃないですかねそうですね2回目のそうですね復活の時は、うん、で話を戻すとそのリブート後のいろんな活動がまあそういう教訓をもとに生かされてるよっていう話に戻るわけですけどそうですねまあさっきのそのワールドツアーやって東京ドームのライブやってみたいなそういう活動はなんとなくそういう98年のやつを生かしてなってんだろうなっていうところから経験をもう生かしてますよね本当にさらにそのすぐに新曲作るわけでもなくセルフカバーをするっていう入念なだよね一番コアなところをそうですねうんセルフカバーしてるっていう、うん、そうそう逆にこのあたりからこう本気で復活しようとしたんだなっていうああそうそうそう見て取れますよね、うん、なんとなくちょっとなんとなく復活、うん、とりあえず復活するかっていうんじゃなくて、うん、もうちゃんとバンドとしてこうまた復活して新しいもんやっていくんだっていうのがあるからこそっていう感じかもしれないですね、うんうん、確かにそうですね、うん単純になんかね、お金がなくなったからバンドやるかとかじゃない。じゃない、うん。長期プランですよね、結構。確かね。うん。本当にその後に作るものにつながるようにというか、うん、それがもうすごいものになるようにプロセスを踏んでるっていう。うん、なかなかないですよね。インディーズ時代の自分たちの。もう一回、ね、もうインディーズ時代だよだってすごいっすよねそれちょっと改めて思うのがインディーズ時代の時の曲のクオリティが高すぎじゃないですか、うん、それは本当に思うよねほとんど、まあ、若干っていうか、まあ、アレンジちょっと変わってるところもあるはあるんですけど、うん、基本的にはほぼそのままだもんねほぼそのままってすごいですよね、うんインディーズ時代にその曲の完成度あれ聞いた時に本当思った以上にそのままやってんだって感じだったもんねそうなんですよねでしたね印象がそこまで変わらないっていうかそうなんですよね、うん、演奏力とか音質が良くなっただけみたいな、うんうん、スピリットとかなんかそういう本質的な部分が変わってないなっていうのが、うん、そうなんですよね、うんそれやっぱすごいなって感じです、ね。すごいですね。そこはもう前回話してますけど、うん、めちゃくちゃここでこれを選んできたんだっていうのはすごいですよね本当。ルナシーのそのインディーズの時の出してるのって年齢とかももう相当若いですよね。二十歳ちょいぐらいだね。ちょいぐらい。うん。すごいですよね。驚異的だなって感じします。うん。あれでなんか本当その先の活動への本気度がそうですね。見えますよね。うんですね。まあこの再録ルナシーっていうのが2011年の3月16日にリリースされていて、これがまあそのリブート後の初の音源で出てますけど、まあこの2011年っていうのが震災があった年で、震災5日後にこのルナシー出ていて、で、はいその年4月9日、ここで、新曲であるプロミスを聴いてたと、うんうん、これがまあ震災あったからっていう感じですね、うん、チャリティーっぽい感じので、うん、これがまあなので一応リブート後の新曲としては1曲目、これを割と急遽リリースしたって感じなんですかね。とりあえずまあそんな感じですよね。そうそうそう、うん、そうだった記憶がありますね。今やらねばっていう感じですよね、多分、うん、あ、そうそうそう、持ち曲の中で一番、うん、まあその時出すのにふさわしいものを出したっていう感じだったはず、うん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 、まあやっぱ明るくてちょっと希望があるようなね、やっぱドヨーンとした曲はね出せないからね。そうですね。うん、でもこれイノランなんだよね。うん、あ、そうなんだ。イノランで明るいイノランが垣間見えるところ。あ、これイノランなのは結構意外だな。すごい。うん。でその年はまあその後ライブ DVD とかライブアルバムとかがいくつかリリースされて。10月22日に埼玉スーパーアリーナでその東日本大震災の復興支援チャリティーライブをやっているという感じで、活動としてはまあそんな感じですね。ルナシーの活動としては、それで、次の2012年に、The One 出てるって感じですけど、発売は3月21日。これ2012年ってもう10年前っていうのに、そう超ザワンだから10年前なんですよね。10年前この曲10年前っていう。嘘です。いやー、いや本当なんか正直な感覚 2,3 年前ぐらいのなんか、うん、新曲だろうみたいな感じ。新しい方の曲っていうイメージがあるけどね。新しい方の曲ですよね。なんか新曲扱いですよね。なんか10年前ですね。これ10年前はかなりの衝撃ですね。うん、全然そんな感じしないな。うん、この曲については、ウィキペディアによると、2012年の1月18日に公式ホームページ上でカウントダウンが開始。あ、まあ、このパターンよくやってますよね、カウントダウン。うんで、1月20日、カウントダウンがまあゼロになって、CD シングル発売するよっていうのが発表され、20分を超える曲であるっていうことがそこで出てんのかな。で、その1ヶ月後ぐらいの2月21日に、曲のタイトルとジャケットが発表されたという感じらしいですね。で、まあ同じく Wikipedia によると、3月8日に特別視聴会というのが豊洲ユナイテッドシネマでやってたみたいで、でその模様がニコニコ動画とユーストリームで生放送されたと書いてあって、多分僕これニコニコ動画で見てた気がしますね。ニコ生か、あ、見てたんだ。会社で見てた記憶があります。多分夜やってたと思うんですけど、なんかその会社で見てたっていうのはなんかそういう話を誰かとした記憶はな、タクとしたのか、うん、かとしてたの。これはだからそこで初めてその曲が披露されたみたいな感じでしたけど、それなんかすごい覚えてるんだよな。なんかニコ動だからコメント出るじゃないですか、動画のところに。ああ。だからうおーみたいな、みんな。お、ここ J っぽいみたいな。イノラン来たみたいな。アルペジオ来たみたいな、なんかそういう感じの、なんかすごい覚えてますね。まあそんなのがありつつ、21日に、発売されてるという感じですね。いやーでもこれは本当にその、さっきいろいろ話してた流れを踏まえて、ついにここ来たなみたいな感じですよね。これを作るために、うん、これを作るために、うん、いや本当にその入念な準備を経た、そう入念なステップをね踏んだ甲斐があるっていうところじゃないですか、これは。想像を相当超える形で出してきたからね。うん結構やっぱメンバーが言ってるのが、杉蔵が言ってますけど、このタイミングでルナシーが曲を出すのであれば、今までのルナシーを超えられる音楽でないと意味がないと思ったとか、あと J も次にルナシーとして世の中にリリースする曲はどれだけ時間かかっても、どんな形であってもバンドとしてプライドの持てる曲じゃないと意味がないと。うんうんうん、やっぱもうそういう感じで、もう次出す曲はもうとんでもないものをやってやろうっていう、うん、単なる1シングルじゃないよっていう、うん、そういう中でも作ってると。で、まあ J が言ってますけど、まあ結局その次すごいやつをやってやろうって言ってるけど、まあそれが結局何なのっていうところは割とやっぱ悩んでたみたいね。で、うん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 、まあ途中でそのなんか一曲っていうことにまとめようとするからなんか窮屈になるなっていうところで、それぞれ持ち寄ってそれをなんかもう曲にしちゃったら面白くないっていうアイデアを出して、でまあ他のメンバーもあ面白いねみたいな感じだったらしいですね。まあとはいえ最初は10分ぐらいかなみたいな感じだったらしいですけど、っていうようなのがさっき触れた2011年の10月の埼玉スーパーアリーナのチャリティーライブの後ぐらいだったらしいですね。やっぱ結構この辺のライブ、この震災チャリティーライブでいろいろなんか気持ちは動いてたみたいですね。っていうのでなんかいろいろ持ち寄って作ったっていうことですよね。最初からなんかこういう形でってことで持ち寄った感じなのかみたいですね。ある程度なんかまあコードどんな感じとか、あとリズム、テンポ、そのあたりだけなんとなくだいたいこんな感じみたいなぐらいは決めてたけど、割とこう自由にみたいな。でもこう持ち寄ってやろうって言って持ち寄ったってこと。うん、なるほどね。でも結構メンバーの当時のインタビューとか見ると、そんなにこう大変だったっていう発言がなくて、割ともうその中でもその多分今までやったことないようなやり方だと思いますけど、結構安産だったって。その辺はアート・オブ・ライフとはだいぶ違いますね。アート・オブ・ライフはもうね、生みの苦労というか苦しみ。あれはね、一人でやってるしね。そうだね。まあそうですね。だからまあその辺の違いじゃ違いだね。バンドの成り立ちが全く違うもんね。ルナシーはやっぱ10年とかその辺、集団してる部分があってのあれだから、やっぱ溜まってたんじゃないですかね。いろんなアイデアとか、まあいろいろありますよね。これもやってみたいとか、こうこれやりたかったみたいな。改めて今までやってなかったルナシーをもう一回やるってなったら、やっぱなんかこう溢れ出てきたんじゃないですかね。溢れ出てきたでしょうね。またルナシーでってなったら、やっぱそうなるでしょうね。ためにためてやってるから、すごい多分いろいろアイデアはあったでしょうからね。その期間、そのルナシーがなくなって、個人がね、ソロでやるようになって、改めて周りのその他のメンバーの凄さに気づいたみたいな。よく言って。それも言ってたし、あとやっぱミュージシャンとしても結構成長をみんなそれぞれしてるから、こうそれぞれがね成長した各メンバーが他のメンバーをよりリスペクトした形で、そうなんですよね。ってなるとやっぱね溢れ出てきたんでしょうねっていう。そうですね。本当まさにそれですよね。それぞれが大きくなって、で、さらにお互いリスペクトして、で、しっかり準備期間もあったから、アイディアも溜まってると。うん、そうそうそう。めちゃくちゃ条件がいい。すごく良かった。すごくいいですよね。その年は。うん、だからこう23分ぐらいにこう膨れ上がってったというか。うん、そこをね、変に制限せずにいけるし。うんうんうん、なんか長くしようと思ってしたっていうよりはなんか、結果気づいたら結果そこまでなっちゃったっていうだけで、ね、多分そんな感じはしますよね。うんうん、実際聴いててもね、10分ぐらいの曲に感じるもんな。うん、そうですね。うん、変にこう伸ばそうとしてっていう感じでは本当全然ないですからね。ないですね。それは全くないですね。うん、ここはこういう間が必要とかそういうのをこう、うん、自然にやっていった結果。いやーでもさっきのそのいろいろ、その、スムーズに進んでる要因みたいな話は結構面白いですね。あまあ、やっぱ、でもその中でもリスペクトのところはめちゃくちゃ大きいなって、うんやっぱ思うなぁ。それは、でかいよね。そこが一番でかそうですね、その中でも。うんそのね、一番あれだった時期は、他のメンバーのことなんて聞かねえよみたいなさ、うん、そうなんですよね。俺がやるのが一番いいだろうみたいなのを、うん、個々人が思ってて、うん、っていう状態だったのが、うん、一旦離れてみたらあいつすごかったなとかそうですね。人間関係でよくある話ですけど、そうですね。いやーでも美しいですよねそれ本当に。うんゆういちのボーカルってちょっと尋常じゃねえよなって多分全員思っただろうしみんな言ってますよねそれはみんな歌ってるじゃんそしたらやっぱちょっとおかしいあいつって思うそう思いますよねそれはあるかもしれないですね確かにで本当にやる前はさなんか俺が歌えばもっとなんか良くなるとかさそれぐらい思ってたもっとこういう風に歌えばいいのにみたいな俺がやった方がかっこいいんじゃねえかなとかさ、うん、それぐらい思ってたと思うんですけど、うん、あ、やっぱり隆一すごいわ、とか、うん。そこをめちゃくちゃ顕著なのは杉蔵ですよね。あすごい言ってるもんね。もう隆一、ボーカリストとしての隆一がすごすぎるから、自分はやっぱもう歌はそんなにもう力入れないみたいな。特にね、その都市もいるからね。杉蔵の場合は X で。だから、トシと龍一っていうのが、ボーカリストとして、身近にいる中で、まあ自分がそのソロの中とはいえ、ボーカリストとして出てっていうのは、もうなんかあんまりやろうとしてないですよね、最近は。そう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 。そうだよね。杉蔵あんま歌わなくなったもんね。そうですね。それはでもなんかそう言ってましたね、本人が。龍一リスペクトは本当にすごいよく言ってますね。多分みんな思ってると思いますけど。うん、全員が全員他のパートに対してそう思ってるだろうし、やっぱ J のベースすごかったなとか、そうですね。偽装のギターはやっぱないわとか、そうですね、うん。深夜のドラムはとか、イノランのギターはって、全員が多分思ったんだろうなっていう。いや、美しいですよ、本当にそれは。そういう中でやっぱもう一回集まったらね、お互いがお互いをこうリスペクトして、なんか、スムーズに流れそうな感じがありますよね。そうですね。それがでもまさにこの曲ですよね。このタイトルとかもなんかそういう感じなんですかね。一つに。タイトルね。The One だからね。ちなみにこのThe One も、J の発案らしいね。J があるとき、タイトルについて、The One はどうって言ったら、みんな、それだみたいな感じで即決だったらしい。みんなで一つにっていうことなんだね。これはね、ほんと、歌詞もすごくルナシーを表してる歌詞ですよね。そうっすね。まあ、龍一も、インタビューでもうこの曲に関してはルナシーを書かないといけないと思ってたと言っていて、まあ実際結構回想しながら書いたって言ってますかね。そういう感じの歌詞ですよね。そうですね、確かに。うん、いやー、なかなかプロセスがね、本当に、もうこの曲のために何年もかけて準備をしてっていう感じにすら思える流れですけど、実際まあ曲はもうこの後いっぱい話していきますけど、本当にすごいですからね。うん、まあすごいっすね。これはすごいっすね。これはすごいっすよね。すごいっすね。もう本当に集大成というか、うん、これぞルナシー全部入りみたいな。本当まさにそれを思ったもんな。ルナシーが全部入ってる。入ってますね。入ってますよね。うん、この一曲でね。うん。うん、これはもうなんか日本のロックの歴史に打ち立てた金字塔というか。ですね。本当に、うん、別次元の曲だよね。これ。いや、もっと評価されていい曲だと思いますけどね。なんかこの曲全然情報少ないんですよね。なんかGoogle とかで検索してもなんかあんま情報出てこなくて。うん、これさ、誰がどこの部分どう作ってんのかっていうのも情報があんまりわかんないよね、うん。ネットで調べてもあんま出てこないもんね。うん、ここのところはある程度わかるけど。ある程度はわかるけど。あ、ここはそうだろうなーっていうのありますね。うん、杉蔵があれだよね。全部組み上げたっていう。うん。ああ、全体のその。全体的な組み立てみたいなのは、はいはいはい。その持ち寄ったやつを最終的にというか。そうそうそう。その辺リードしたのはまあ杉蔵。うん、まあそこはやっぱ得意でしょうからね。うん、いや、ほんと集大成。もうなんか、さっきタイトルの話してましたけど、もうこれ、ちょっともう究極ですけど、曲のタイトル、ルナシーでもいいぐらいな。あ確かにね。そうっすね。もう、禁じ手みたいな感じだけど。禁じ手。もうそれやっちゃったら他に次ないだろうみたいなことになっちゃうぐらいな、もう、でも曲だなって。そうだね。もうタイトルつけるとしたらもう、ザ・ワンかルナシーかみたいなことだよね。確かに確かに。それやったら面白かったですけどね、本当。ルナシーのアルバムと超ややこしくなりました。まあ何回セルフタイトルつけんだよ。そうですね。CY にしてみたり。最後のアルバムもそうだし。あ、そうですよね。最後のアルバムもそうだし。最初と最後がそれだし。一曲のタイトルにもつけちゃうみたいな。いや、どれがどれだみたいな。そうですね。ルナシーのルナシーですっていうのが好き。ルナシーのルナシーって言ってどれだってなっちゃうからね。そうそうそう。それがしかも何パターンもあるっていう。いやいやいや、まあそんなザ・ワン、次回たっぷり話していくということで。いよいよ、ね、そうですね。はい。うん、我々もこう、ちゃんと温めて、曲にやっと向かい合える状態にこうなったと。ここですね。うん。リブートして今、ライブやって、セルフカバーやったぐらいまで温まってきたんで。そうそうそう。ようやく次、曲に入るという感じで。持ち寄れますね。うん。いろいろ。一回ここで区切って、また次回続くという感じです。はいはい、次回へ続きます。